老後、えー、が心配で節約しています。しかし切り詰めすぎてイライラして買い物してしまいます。爆発しました。人生がうまくいっている母に暴言を入ってしまいました。私は障害者で低収入の仕事にしかつけません。健常者がうま,い羨ましく感じます。起業しようかと思ったんですが、世の中そんなにうまくいかないし、やりたいこともありません。いつもモヤモヤしています。家族に当たらないようにする考え方はありますでしょうかえっと、ひとまず趣味を見つけてください。絵画でも、歌う歌うでも、を書くでも、まあ、あの動画編集でも何でもいいんですけど、 あの、これ好きだよね、面白いよねっていうのを見つけてください。で、あの、英語読めると、割と漫画ただでいくらでも読めるんですよね。あの、少年ジャンプのサイトって、あの、VPN 使って英語圏からあの接続すると、あの漫画読み放題だったりするんですよ。っていうのがあったりとか、まあ,あの、合法じゃないやつとか探せば、いくらでもあの漫画が見つかったりとか、映画が見つかったりとかあるので、なので、その、ネット上で面白いものいくらでも見つかるので、なので、その、 なんか面白い自分の好きな趣味っていうのを見つけるとその何か嫌なことがあった時に他人にぶつけるんじゃなくてあこれ楽しいっていうのでやってるとその嫌なことがストレスがなくなるっていうのあの好きなこととか楽しいことやってるとストレスレベルってどんどん下がるんですよ。で生きてると人ってなんだかんだ言ってストレスがあるんですけどでもそれをなんか楽しいことをやってその嫌なことを忘れてる時間が長ければ長いほどストレスレベルが下がって気が付いたら全く気にならない状態になってるってなったりすのでなので没頭できる趣味っていうのを見つけるといいんじゃないかなと思います。